今日はお休みをいただいたんですけど、ちょっとここ3日ぐらい体調不良だったんで、夜までに回復したら夜トレーニングに行きたいと思います。で、今から確定申告を、人生初めてしに行きたいと思います。今年初めてふるさと納税っていうのをしたんで、行ってきたいと思います。申告行ってきたんですけど、ふるさと納税分とか返ってくるのかなと思ってやってたら、余分に払わされました。ちょっと税金の勉強しないといけないなって思います。2万円ぐらい返ってくると思ってたら結構痛いです。まあちゃんとお国に税金を納めてきたって考えて学ぼうって思えたんでプラスです。お昼食べてきたんで、今からカフェで軽く勉強をして帰りたいと思います。体育館使えるみたいなのと、まあ、体調もちょっと良くなってきたんで、今から一回帰って練習行きたいと思います。あんまり激しくは動かないですけど、軽くやってきます。月曜ぶりなんでちょっとテンション上がってます。着替えたんで体育館に向かいたいと思います。全部揃いました。今度また自分が何飲んでるかとか紹介する動画も作りたいなと思います。行ってきます。はい、軽くシューティング2時間ぐらいやったんで、今からお風呂入って帰って寝ようと思います。はい、今銭湯から上がったんですけど、夜ご飯を食べに行きたいと思います。ここ最近下痢で何も食べてないんで、なんか牛丼屋とか見るたびに食いてえってなるんですけど、一応今日まで我慢してうどん食べに行きたいと思います。はい、今このまさにこの動画を、編集しています。時間がもうちょっとで2時ぐらいです。12時半ぐらいからやってます。今日、コメントをいただいたんですけど、池さんのパクリじゃないかっていう、コメントをいただきました。
池さんっていうのが知ってる方も多いと思いますし、池さんの動画の関連から僕の方に飛んできた方も多いと思うんですけど、サッカーで地域リーグで活躍されてる方で、Vlog とか地域リーガーの日常っていう、動画を YouTube に投稿されてる方です。で、僕が Vlog を最近上げ始めたんで、その方のパクリじゃないかっていう、コメントをいただきました。で、結論から言うと、真似をさせていただいてます。YouTube 始めて、1ヶ月ぐらい経ってから、Vlog っていうのを始めたんですけど、始めた後に、池さんの動画を拝見しまして、すごい面白いなと思ったし、サッカーでこうプロになりたいって思ってる人がいたら、まあ、めちゃめちゃ参考になるありがたい動画だなっていうふうに思ったので、僕も、バスケットで同じようにこうバスケットを今後頑張りたいなって思ってる人がいたら、そういう人に向けて、まあ、背中を押せるようなというか参考になるような動画を、投稿できたらなと思ったので、真似をさせていただきました。で、パクるのは良くないんじゃないかってこう池さんのファンの方とかは、思うと思いますし、僕も、まあ、やるにあたって概要欄とかを結構そのまんま、引用させていただいてるんで、まあ、ちょっと申し訳ないなっていう気持ちがありつつスタートしましたので、今日池さんにメッセージを直接ちょっと送らせていただいて、まあ、帰ってくるか分かんないなと思って、送らせていただいたんですけど、ありがたいことに返事をいただきまして、その内容が、まあ、ちょっと文章は見せれないんで内容を説明すると、池さんの関連のページにも僕の動画が出てきましたと。で、それを覗いて、まあ、ちょっと見ましたっていうのを言葉をいただいて、で、まあ、それを見て、まあ、どう思われたかっていうのを言っていただいたんですけど、その競技はバスケットと、サッカーで違うけど、まあ、お互いそのプロで上を目指してるっていう立場は、まあ、同じなんで、まあ、そういった方がこういるっていうのを知れてすごい刺激になるし、まあ、自分も頑張りたいなって思いましたっていうようなメッセージと、まあ、応援しています、頑張ってくださいっていうようなメッセージと、まあ、僕がその同じような形で Vlog っていうのを発信していくことに関しても、まあ、そうやってパクリじゃんって言ってくるような方もいらっしゃるとは思うんですけど、まあ、そういうのは気にせずに、僕も全然気にしないのでどんどん発信していっていただけたらと思いますっていうような、メッセージをいただきました。めちゃめちゃいい方でしたし、まあ、かなり大人な対応をしていただいたんで、今後もこのような形で、Vlog とかも投稿を、させていただきたいと今思っております。はい、まあパクリなんじゃないかなっていう、すごい、まあ、多分不快に思ってる方がいらっしゃったんで、まあ、一応説明をさせていただきました。今後も続けていくと思いますし、池さんの関連動画から飛んでくる方もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、まあ、またバスケットっていう違うスポーツですし、僕はサラリーマンで選手としては今お金もらってないっていう状況で、池さんはもう選手としてお金もらっているっていう状況ですんで、まあ、またそういった面でも違う視点で、見ていただいて、僕のことも応援していただけたらと思うんでよろしくお願いします。じゃあ、動画編集続けたいと思います。